天の国へと通じる門が攻められていることを知り、二柱の神がクロードを召し出して番をさせた。英雄の力試しが始まる。クロードが手にした勾玉は力を得る宝。らしい鬼の一味を前へ前へと手繰り寄せている。怨霊が忍び寄る。クロードは相手の陣に怨霊を差し向けた。クロードが怨霊の目を覚まさせた。うちの錆となれ。クロードは呪いに縛られ歩みが遅れる。クロードはもう一組めがけて呪いを放った。クロードの呪いは相手に大きな御霊もよ味方とし、相手の陣に送り込んだ。我が太刀を浴びよ。八門の怒り。角笛が鳴り響き、悪鬼たちを呼び寄せる。もう一組が呪いの前に散った。クロードが怨霊を目覚めさせる。クロードは忌々しい呪いとの戦いを強いられた。火の少量がクロードに狙いを定めた。怨霊が戦場の英雄に襲いかかる。我が太刀を浴びよ。火の少量がクロードの頼みを聞き、相手の陣に襲いかかる。
クロードは大御霊守を呼び寄せて相手の勾玉の奉納を防いだ。我が立ちはありよ。クロードはかろうじて聖にしがみついた。神の力をその身に宿すため、クロードは多くの勾玉を集めた。八門の怒り、クロードは臆することなく再び立ち上がり、押し寄せる敵勢に刃を向ける。灰の匂いとムクロの匂いが荒々しい鬼の一味を前へ前へと手繰り寄せている。その身に恐るべき呪いを受けた。ほどなくしてもう一組と鬼の勢の最後の戦いが始まる。クロードが鬼に遅れを取ることなどない。この敵の群れに果てはないのかと疑いを抱くほどであった。鬼の大群れが再びクロードに、もう一組は襲い来た大群れを一匹残らず切り伏せた。どこからともなく恐怖の化身が姿を現す。たちの猿となれ。神の力をその身に宿すため、クロードは恐ろしい呪いがもう一組を襲う。クロードは恐ろしい呪いに、もう一組の戦いはしまい際だ。クロードは魑魅魍魎を投げ払った。こたびの力比べを制した組は守護神の寵愛を末永く受けたという。